はい、スタートしました。うらきチャンネルです。今回は岩田戦で見てみたいスタメンというところで、ゲストは島崎秀純さんです。突然の敗戦の後、まだ返してもらえず出てます。すいません、なかなか。ビール飲み行きたいのに捕まったまま。今回なんですけど、岩田戦に向けて、絶対落とせない試合になりまして、ちょっと変化が必要なんじゃないかなというふうに個人的に思いまして、どういうスタメンにしたらいいんじゃないかなっていうのを、島崎さんと一緒に議論できればなと思いました。これが鳥栖戦のスタメンなんですけども、実際に見てみたいスタメンというところで、まず論点を整理したいんですけど、一つ目なんですけど、例えば、キーパーとか、ユージさんどうでしょう西川選手。いや、だって、全然いいじゃん、西川で。まあ、なんでみんな不満なのかがよくわかんないんだけど。裏切とか見てると、鈴木ザイオン選手がね、控えにいるから。というんですけど、島崎さんいかがですか？鈴木ザイオンもすごくいいキーパーであることは大前提として、今季の西川周作のプレーパフォーマンスは絶品だと思いますよ、私。勝敗には結びつかずとも、彼のおかげで何本ピンチを取りましたが、特にクロスの対応が昨年に比べて非常に向上しているように思えて、これは間違いなく新ゴールキーパーコーチのジョアン・ミレスさんの指導がしっかりと浸透しつつあるんじゃないかって感じてるんですけど、皆さんはどう思いますかね。素晴らしいと思いますよ。だって数値的にももう全然良くなってるし、ここであえてギャンブルで、フィードキックがちょっと昨年比べるとちょっと正確性を欠くかなっていうゲームも何試合か見られましたけども、それ以外特にキーパーにとって一番大事なゴール前でのね、振る舞いとかセービング、クロス対応なんか去年よりも数段スケールアップしたと僕は思うんですよね。だから今はちょっと変える理由はないし、しかも彼キャプテンですからねと思いますね。いや、ここでギャンブルする必要は何もないんじゃないの？特にキーパーに関しては特にギャンブルをする必要性を僕も感じてないですね。他のポジションの方がちょっと試してほしい選手は何人かいますね。もっと言うと、リカルドさんって勝利した次の試合ってあんまり陣容変えないんですよ。そうですね。敗戦すると結構変えますよね、逆に。そうなんですよね。なんで、論点その2としては、大畑選手なのか、真渡選手なのかっていうところですけど。まあでも、大畑君も別にそんなに僕、プレーパフォーマンス悪くないとは思っていて、彼の場合は、リハビリから復帰したばかりなので、コンディションが徐々に上がってるような印象があって、ただ、果敢にかなりオーバーラップしますしね。で、守備はこの人、もともと、今回ね、戦った鳥栖の左のストッパーやってたぐらいなんで、非常に局面強度も高いですから、そこは問題ないと思いますから、大畑君でもいいんですが、真渡選手実はね、酒井宏樹ももちろんいいんですけど、右サイドバックでも見てみたいんだよね、どっちかっていうと。もしかしたら酒井宏樹を休ませる。いや、まあでも、だから例えば、右のサイドミッドフィルダーでもいいよね、真渡君ね、ポジションでも見てみたいかなっていう思いはありますね。彼は秋元君と同じで、結構いろんなバリエーションで、さまざまなポジションで起用できるんじゃないかと思ってますね。真渡選手がいると、フリーキックとかの質も上がるからね。そうなんですよ、岩尾健もかなり正確なキック蹴って、突然でも何とかセットプレーで好機も生んでますが、真渡君は真渡君ですごい切れ味のあるね。回転も速く、鋭くね、それから速いスピードボール蹴れるんで、彼がやるとセットプレー非常にね、チャンス多いですからね。あと、一番の今回のポイントとしては、やっぱ決定力がないというのが今回当選出まして、そうした時に、やっぱりサイドミッドフィルダーの関根選手、秋元選手のところに、論点としては、例えば今回入ってくるモーベルク選手だったり、はい、今年の11番を背負っている松尾選手あたりっていうのは、得点を横浜 FC、モーベルク選手もプラハの方で決めてます。コンディションしたいですけど、やっぱこの2人っていうのはどうですか？まずユージさん見たい。いや、見たいよ、そりゃ。ずっとでも関根の位置って感じ？まあ、モーベルク選手は西の DD も右ミッドフィルダーとして取ったみたいなことは会見で言われてましたね。プレー動画しか見たことないんでね、プラハでプレーしてた時の。その時は彼左利きなんですけど、右の位置からかなり鋭いカットインでゴール決めてましたから、本人もこのエリアが一番得意なんじゃないでしょうか。クロスを上げるイメージがあんまなくて、むしろゴールに向かっていくタイプなんで、このポジションだけど、ゴール数が期待できそうなプレースタイルだと思うんですけど、で彼はもちろん当然ね、みんな期待していると思うし、早い段階でね、岩田戦かわかりませんが、まあ、先発出場する可能性もあるでしょう。で、もう一人僕、注目してるのが松尾祐介で、彼は、もちろん適正ポジションは左のウィング、もしくは左のサイドミッドフィルダーですかね、なんですけど、沖縄キャンプでね、ワントップに入ったりしてたんだよね。だからね、もしかしたらワントップで起用されるかもしれないなって思っちゃってるんですけど、僕、もし彼のコンディションが上がってきたら。それは今、江坂選手のように、ゼロトップ気味だっったってことなんですか？そう。いろんなところ。キャンプではね、かなりの頻度で、そこのワントップのポジションとか、はい、それからね、キャンプではね、ダブルインサイドハーフのフォーメーションを試してたのよ。なんすか、ダブルインサイドハーフって。アンカー気味にボランチが1人で、その前に2人立つみたいな。そこのインサイドハーフに使われたりもしてたね、松尾くんは。面白いと思ったフォーメーションが、例えば岩尾くんがアンカーだとするじゃないですか。1人でね。で、松尾が左の斜め前に入って。この辺に。はい。これだからキャンプで見たやつよ。で、はいはい、右の斜め前にね、松崎が入ってたの。で、ワントップに江坂。点取りそう。これだとまた右側変わらない結構。これいいですね。これあれよ。その代わり、岩尾くん火の車みたいになる。そうですね。かろうじそうな。ただ、このやり方は試してたの。練習の中で。どうでした？練習の流れで。攻撃的でうまくいってました？松尾くんは非常に縦の突破鋭くって、はい、カウンターシーンなんかでこのポジションにいるといいと思ったし、あと僕は松崎はこのポジションの方がいい気がするんだよね。サイドで張るよりも。彼はワントラップで相手を出し抜けるんで、こういう局地的な狭いエリアでも一発で相手の背中取れる可能性あるのよ。で、それを中央で取れると、水戸の時も結構そこからゴール決めてんだよね。はい、このポジションに入った松崎も見ていきたいんだよね。楽しみですね。まさにぐらいの先ほどの配信で島崎さんがおっしゃってた、ミッドフィルダーが点取るのが理想なんじゃないか。この布陣はまさにその形なんですが、ただこれもちろん守備リスクが高まるんで、これまではダブルボランチが定番で、やっぱりリスクは軽減させようとしてましたが、例えばね、今の流れを変えたいとか、勝利をより追い求めたい、それから決定力がない点を解消したいってなったら、ちょっと攻撃にバランスをシフトするやり方も一つの手かもしれませんが、やっぱりこれは一長一短があるんでね、どういう結果がこれも分かりませんけど、確かにこの布陣は試してたんで。そんな感じで、ちょっと磐田戦に向けてというところですけども、振り返るとやはりもしかすると今までの傾向ですと、負けた後、敗戦の後には結構ガラッと変えることも、リカルドが去年ありましたんで、先ほどの 4-3-3 のようなフォーメーションもあり得るかもしれない。まあ、あと磐田との噛み合わせもあるんで、磐田のスカウティングも加味した上でね、システムは調子いいらしいですからね。杉本健佑選手が期限付き移籍ですけど、浦和戦は出れないので、そこは一歩同じ。はい。じゃあそんな感じで磐田戦で見てみたいです。スタメンでした。チャンネル登録していると、次の編集頑張りますので、よければチャンネル登録お願いいたします。そんな感じで、じゃあ島崎さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。